こんにちは、ご視聴ありがとうございます。ただいま品川駅の中間ホームにやってきました。この後は特急日立13号に乗りまして勝田まで行きたいと思います。ちょっと時間がないので乗り込んで車内で撮影をしたいと思います。それではよろしくお願いします。こちら日立13号ですね。仙台行きの特急列車です。ではちょっと慌てて車内に乗り込んだんですが、あと3分程度発車まで時間がありました。ということで一番前の10号車ですね。本日日立13号は E657 系の計算編成10両ですね。それでは改めて車内に乗っていきたいと思います。乗車します。いや、出発の時刻12時40分だと思ってましたが12時45分でした。本日は8号車の席を指定券取っています。こちらが9号車で、これですね、8号車、まあ、E657 系高速両用ということもあり、パンタグラフ普段の直流列車とは違います。はい、ということで12時45分品川出発です。改めまして特急日立13号説明をしますと、常磐線特急になります。もともとは上野発着の特急列車でありましたが、最近では品川まで直通運転をしています。まあ、常磐線特急といえばこちら日立号の他に時和号とあります。日立号に関しては品川発いわき行きまたは1日3本仙台まで直通をしています。時和号に関しては品川発または上野発で勝田または高萩行きとなっています。そして時和号に関しては朝夕は通勤特急として運行されています。まあ、自然と停車駅も多くなるわけですね。そしてただいま乗車中の日立号に関しては主に長距離区間を担当することになります。品川を出発しまして約7分で東京に到着です。それでは編成のご案内です。先頭が10号車で一番後ろの車両1号車となります。真ん中5号車がグリーン車となっています。日立号時和号はすべて指定席で自由席はございません。あらかじめ座席の指定を受けているかまたは座席未指定券で利用ができるわけですが、座席頭上のランプ、座席を指定していれば別に問題はないんですが、座席を指定してない未指定券の場合は赤に点灯した場所に座ることとなっています。赤色のランプのついた座席に座っていてもこの先から他の乗客の方が乗ってくるかもしれません。その際ランプが赤から黄色に変わるとこの先から他の乗客の方が乗ってくるということを示しています。まあ、他の特急列車で言いますと中央本線の特急あずさ号海事号、さらには東海道本線の特急踊り子号で同じシステムが採用されています。まあ、乗車券だけで飛び乗っちゃってもいいんですが、そうなると事前に買った料金と車内での料金が異なりますので気をつけた方がいいですね。と喋っていましたら東京を出発しました。次の停車駅は上野となります。まあ、品川東京上野からは乗車してくるお客さんが多いわけですが、上野を出ると特急らしい走りを見せてくれます。はい、こちら上野駅を出発ですね。この先の停車駅水戸まで止まりません。一部の日立号は土浦止まる列車もありますが、おおむね上野から水戸間は停車しないのが日立号ですね。まあ、ちょっと昔の話ですが、フレッシュ日立スーパー日立号が運行されてた頃に関しては結構停車駅さまざまなバリエーションがあったんですが、E657 系に統一されまして日立時和号に統一された際に停車駅がパターン化されたんではないかなと思います。それでは改めましてただいま乗車中の日立13号停車駅のご案内です。上野を出ますと水戸、勝田、大三河、日立多賀、日立、高萩、名古屋、泉、湯本、いわき、広野、富岡、大野、双葉、浪江、原野町、相馬、そして終点の仙台となります。まあ、参考までに上野から仙台までの所要時間は4時間25分となります。
東北新幹線はやぶさ号であれば上野から仙台間約1時間2、30分で行ってしまいますが、まあ、常磐線特急日立を使って仙台まで行くのもいいかもしれません。まあ、今回は勝田で降りてしまいますけどね。日暮里三河島と通過しまして、南千住から常磐線快速線に入りまして、ぐんぐんスピードが上がっています。先ほど新松戸を通過しましたが、この辺りの最高時速130キロとなっています。もう間もなく柏の駅を通過です。特急時和号であれば柏駅止まりますが、こちら日立号なのでものすごい勢いで通過していきます。時和号の前身フレッシュ日立号は柏に止まるものと我孫子に止まるもの、まあ、いろいろタイプがあったんですが、最近では我孫子全て通過となっています。こちらが我孫子駅ですね。通過しています。我孫子では成田線の乗り換えができる駅ですが、通過となります。常磐線上野は東京都ですが、その先は千葉県に入ります。こちら我孫子駅も千葉県で、この先から茨城県に入っていくわけですね。我孫子駅通過の際は減速をしましたが、ぐんぐんスピードを回復していきます。まあ、この先常磐快速線取手止まりの列車が前を走っていて、ちょっと詰まってたんでしょうか、もう現在は速度回復してますね。先ほどから常磐快速線 E231系 見えていますが、この先取手までしか E231系運行ができません。その先には直流と交流の変わるセクションがあります。まあ、硬直両用の車両しか通過ができないため運行ができません。まあ、硬直両用の車両ということですが、過去の特急スーパー日立号651系はセクションを通過の時に車内灯がバチンと切れまして、あ、これで硬直変わったんだなっていう判断ができましたが、最近 E657 系になりましてほとんど分かりません。まあ、空調がちょっとバチンと止まる感じで判断はできますが、はっきりとしたところは分かりません。ということで交流区間に入りまして、こちら牛久の駅を通過中です。通勤時間帯の時和号、こちらの牛久駅と隣の日立の牛久駅停車する列車もあります。住宅地も多くベッドタウンっていうところでしょうか。そしてこちら土浦の手前、橋を渡りましたが、その先は霞ヶ浦となります。土浦までは結構列車の本数ありますが、この先は特急列車がメインとなりますかね。と言っても土浦から水戸方面、普通列車1時間に2本程度はあるんではないでしょうか。そこに特急時和号が1時間に1本あるようなダイヤで組まれています。こちら通過しています駅は友部となります。時和号の停車駅であり水戸線との乗り換え駅です。日立号に乗車していると石岡友部をあっという間に通過しまして、もう水戸は間もなくです。もうこちらは水戸の一つ手前、臨時駅偕楽園の駅を通過するところですね。まあ、こちら2月の梅の時期には大変多くの人で賑わいますが、現在は閑散としています。もちろん列車も止まりません。偕楽園の駅は下りホームしかありません。シーズンになりますと臨時停車ということで、特急日立、特急時はもちろん普通列車も止まります。もう間もなく偕楽園のホーム見えてきます。まあ、一応臨時駅ということですが、ちゃんとしたホームになっています。ちょっと臨時駅として使うのはもったいないのかな、まあそういう感じですね。ということで、あっという間に水戸の駅に到着です。上野を出発しまして約1時間ちょっと、こちら奥に見えてますのが E653 系フレッシュ日立号をイメージしたキオスクとなっています。水戸駅すぐの発車で、次の停車駅が勝田となります。まあ、勝田で今回降りるということなので、そろそろ降りる支度を始めたいと思います。まあ、今回特急日立13号乗車していますが、これが普通列車で東京方面から水戸まで行く場合は大変な時間がかかります。かなり早い特急なんですよね。はい、ということで勝田の駅に到着です。この後は臨時快速花咲く日立海浜公園号に乗車しています。ちょっと慌ただしくなってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。